イベント戦チケット使って売ってます。第13回ゴールドカップ。第1回から第12回の記憶が全くないので、まあ開催されたんだろうなと。上にゴリラいますね。このゴリラは装備をするとボイスも変わっちゃって、チーロンポンカン全部ガオーガオーガオーウホウホーと。右に漢字の人がいるんで、できればまあせっかくやるんだったら漢字の人と打った方が、なんかちょっと強い人と打ってる感が自己満足ですね。別に漢字麻雀で一局対戦で何も変わんないです。お、伸びてきた。虎が小さそうなんで一応6チッパの目も残しますけど、これは、なんか一通つくか、シーソー引くか。シーソー引いたら無理やり6チッパ狙うのか、両面両面に取るのかで迷いますけど、私は普通に両面で取ります。シーソー持ってきた、ウーソー持ってきたら両面で取ります。結構手役とか最終形なんて言うんで、形取るんでしょうと思われるかもしれませんが、まあ、トーン一曲の点数に縛りがない状況なんで、上がりやすそうな方を選択。まあ、これが曲進むと、26じゃ上がっても全く意味ない上がりとか、点数にも縛り出てくるんで、リーチが来た。いいスーピン。スーチーソー。いいスーピンとスーチーソー。一応、両面両面、いいシャン、あ、チーソー取った。ってことは、いいスーピン。これ、マンズが出てないから、出てないからマンズ待ちっていうよりは、出てる牌の方が待ちになったりするんで。マンズ出てないからマンズは当然わかんないんですけど、なんか出てる牌のピンズとソーズは出てます。なので、ピンズとソーズの方が待ちになる可能性が高いっていう根拠のない、アバウトな読みですが、まあ、スーチーソーが通った以上は、いいスーピンかなと。なんでって言われると知りません。いや、2の5のいいスーと。2の5のいい数だからっていう。お。はい、外れ。もうこうやって読みが外れるともうわかんないですね。もういい数1点読みみたいな感じだったんで。あ、マンズはもう、全くわからん。サブロー級、いいねー。リーチつも、点数こそ安いけど、これはもう上がれるんでリーチですね。いいリーチです。トン2。おー、なんだ。ちょい、国士はないです。かといって、チューンは、ちょっと待って、国士あるぞ。ちょっと待って、一巡だけ国士は見せてください。3枚切っといての国士なんて、そんな一回も見たことないし、そんな狙うチャンスも一回も今まで。1万回打っても1回もないです。ちょっと、ごめんなさい。やっぱり、国士は一巡で切りつけます。無理やりもチーチー、チューン、ドライチーで十分です。子供だったら、親がまだ残ってる子供だったらそういう遊びもいいんですけど、ちょっと現実的に。動画的には面白くないなって分かってますけど、上がれる方を。YouTube ライブだったらやってもいいんですけど、一応、普通の団員戦、イベント戦は、まあ、勝ち。トップ取りたいんで。今リーチ来るようだったらもう、関は迷いますね。あんことして使うかも。ただ、こっちが勝負ってなったら当然関して、
進みますが、そのためにはまず先手を取ることが大切。次サブローピン引いたらカーンとやって、ちょっととりあえずダマ点でチーソー短期で待ちが良くなるのを、お、これいいんじゃない？サブローピン引いたらカーンってやって、急走短期リーチまでありです。あらら、先手を取られた。カンドラ増やしまくんの怖いですね。私もカンするとドラ6つになるんで、筋で掴んだ。これはちょっと一回ストップです。まあ親なのでサブローピン引いてテンパった6球ストア統一になった。そしたら攻めますけど、リャンピンは現物ですけど、ローソンに普通にくっつけて、あ、振り点じゃん。チーソー拾いたいね。皮拾いで。もう一枚チーソー。よし、勝負。リーチ。リーチチューン、ドラ、ドラ。おや、マン。ロン。1万2000。これは三剣リーチなんで、誰が当たり牌を最初に掴むかの、ただの牌の巡り合わせに恵まれただけなんで。トン2局、一本場、ドラは三蔵になりました。プレイヤーは親です。プレイヤー。まあ、天砲で、ちょっと段位上手い人、段位が高い人に言われたことがあって、言われたっていうか、なんかニコ生でちょっとコメントしたら、そういう風に喋ってたって感じで。アベレージが大事なんで、今みたいな、完全に運です。三剣リーチなんていうのは完全に運。振り込む確率高いです。そういうのを極力避けていくことが、天砲で、アベレージ高くする方法だよと。いや、確かにわかるよと。リーチして、どっちが引くの、どっちが引くの。うん、それは楽しいと。わかるよ、みたいな。そんなに真面目に喋ったわけじゃないんですけど、そんなニュアンスで。ただ、天砲でアベレージ高くしたい、段位上げたいとか、そういう気持ちがあるんだったら、一応天砲流の打ち方を、まあ、した方がいいよ、みたいな。なので、今のリーチは多分、その理屈からすると、ちょっと、たとえ上がったとしても、上がれたとしても、アベレージには、ちょっと繋がりにくい上がりかな。よし、ダブトン吐く。リャンマンなんか引けば自然な形でマンズによるかも。リーチダブトン、トンとハクはポンです。ただハクだとハクのみか。お、いいね。これでハクから泣いて9万からのポンはしたくないですね。ロンハクのみになるんで。あ、まあ、まあ、それでも、親なんで、そんな贅沢言ってらんないか。ハクのみでも、ありかも、ポン。ハク、ダブトン。4-4なんで、5パです。トン、トン、積もると、9万かトンを積もると、あんこ扱いなんで、8プです。なので、不跳ねしますけど、ロンなら、4-4と。こっちをロンしちゃうと吐くのみです。でも上がります。この順目までトンが1枚も出ないってことはもちもちの可能性あるんで、実際上がり目は9万しかありませんでしたパターンが。十分考えられるんで、9万でもローンと。全然捨て牌見てない、そういえば。今さら、うわー、切る。今更見てもまあ遅いんですけど、まあピン付けだけど、ちょっとチュンチャンパイがすごいのが出すぎですね。上はちょっとネット切れてたんで、まあ返牌難しいでしょう。左は、まあまあ、
ち取ることになるのか。ロン吐くのみ1500。トン2曲親、ドラは中層です。実況は今中層って言いましたね。ドラは中層になりましたって今聞こえたんで、実況の音って実際声が小さくて、私も自分で喋ってるもんで中層って言ったかもしれませんけど、私には今中層って小さな声で聞こえました。各社どんな上がりのかな。実況今神茶どんな上がりを、神茶ホンダ、確かに展開が早いとセリフとセリフが被って、セリフが途中でストップと。ちょっと待った、これは想図なのかな。まあ、イーピン引いてチャンタマンズですね。右はマンズ、左はソーズ。あれ？ チートイの保険でもちょっとかけて。あ！ちょ！右はマンズって言ってたのに切っちゃった。まあまあ、一応ステーが進んだんで。ちゃんとイーペーコーで。リーチはかけない。いやー、張っちゃった。ビーチかけても来るからな。純ちゃん、ドライチ、オヤマンです。ビーチかけてもオヤマンです。これリーチしても、3泣きしといて。3泣きしてる以上はもう突っ張ってくるんで、リーチでもいいかな。ただ、ここは攻める場なのか。あ、これでいいね。これでリーチ。リーチした方が出やすいんで、リーチ。引っ掛けですけど。まあ、リーチした方が出やすいのでリーチ。ただもう特に右はもう全突破ですね。これこんな4敗で回し打ち無理です。左はあれ、ソーズ5巡目のチーソーで、あれソーズ違ったかと思ったけど、ソーズ染まってる。これは見事。これはお見事な上がり。トン3曲ドラはチーピン、逆転されて、手格好はものすごいいいですね。オロチも見える。タンヤをドラ1、ドラ2、何でもいい。5に上がるとトップ。ここは5に上がりたいですね。1000点、2000点上がっても、ただ、トップの人からするとラッキーって感じなんで。ハンヤを見たいんで、ちょっとこれは切るか。最悪、クイタンドラドラ、ザンクか。ちょっとクイタンの方に、ゴロチとクイタンの方に。赤ウソならチー。ただクイタンだとザンクじゃちょっと上がっても意味ないですね。ザンクだと順位変わらず曲進めるだけ。まあオーラスちょっと有利になるか。ちょっと一回スルーで。でも、ザンクの手作りしちゃいましたね。ザンクの手作りしちゃった。ちょっと判断間違ったかな。よし、いいぞ。ウーソーだったら、タンヤオ3式ドラドラのマンガンなんで、ウーソーチー。当然、3ピンもチー。チー。ここも我慢した。チーソーポンとか、3万ポンみたいな、もうザンク確定の動きはしたくないです。3ピンか、ゴロチでチーして。ウーソーが現物なんで今出るかな。
ちょっと、リーチかけられると話が違うな。さっきまで言った、なんかあれこれ喋りましたけど、全部、チェンジ、チェンジ。ウーソーも、ちょっと困ってるな。ここは一歩後退。場を制するのは一体誰なのか。あ、時間がないんでちょっと急がないと。この曲は一応ウーパーソー間に合わないかな。あれ、ちょ、リアンワンギリです、今の。まあ今チーマン通ったんでよかったんですけど、ヤンマン切りです。まあこの結果を見てから言わせてもらうと、最初の3万で3万をポンして、クイタンドラドラで逃げてた方が良かったっていう言い方もできます。が、まあそれは結果論なんで、いくらでも言えちゃうんで、麻雀でははっきり言って意味ないんで。トンさん、あと2曲で万願必要。あと2曲で万願。ドラドラ使って、リーズもドラドラ、リーズもリーチドラさん。プレイヤーこれで一歩前進。まあ裏一枚乗せてリーチドラさん。プレイヤー乗っている。あ、神茶ポンだ。いや、フットワーク使いたいな。ポンチして上がりに向かいたい。カンチャンカンチャンカンチャンばっかりで、これは面前で張る気が今のところしてないんで。どんな上がりの形を思い描いているのか。ここはスルー。おお、まあ1個こう入るとかなり手がすっきり。少し場が落ち着いてきたか。左は2200点差なんで、おお、いいつもするね。プレイヤーあっという間にイーシャン点だ。ただこれだと急走外さないと。さあ引いた。いい、でもまあいいや。パースワンリーチ。これはでもちょっと腰上手い人は、重い人は急走切っといて、スーピンとチーソーにくっつけて、まああわよくば6チッパーみたいなが理想ですね。ちょっと我慢できなくて 5-2 で裏1個乗れば8000でトップなんでリーチしちゃったんですが、ちょっと心の中ではそういう打ち方できるぐらいのこう器がありゃいいなと。スーピンとウーパーマンのくっつきイーシャンテンですね、今のところ。これで パーソは残り3、残り2。ただローソンをポンされてるんでパーソは使えなくて、なんか切ってくるかもだけど、まあ左右は想像に寄せてるんで右からは出ないかな。リーズもドラドラか。おお、あれ出た。まあこれは向こうも勝負してきてるんで、ただ出どころはよし。トップからの直取りなんで、これはラッキー。ドラはパーワンになりました。オーラストップなんで、ここは1000点、特急券が必要だ。特急券は見当たらない。
闇ピンフぐらいですね、一番早いのが。ローマン引いた時だけクイタン見えますけど、おー特急券来たー、即ポン。リーチをかけると順位が落ちるんで、リーチをかけたくない場なんで、リーチかけると同点2チャンになります。リーチかけた時点で。なので、1000点出したくない。もう後付けのトン出ることを期待してもチーとか、そういうのもありですね。この手なら。まあ、くしくも打点がドラ3枚で高いですけど、まあ、実質、トンのみです。あとは誰よりも早く駆け抜けろ。一体どんなドラマが待ち受けているのか。全部泣き、9万円、あ、ごめんなさい、全部泣きます。各社はどんな上がりの形を思い描いているのか。オン、プレイヤーポンダ、プレイヤーポンダ、もうそれは左右も、ああもう逃げ切りに入ったなっていうのがバレバレなんで、トンドラ4のローピン待ち。ただ左がリーチで追っかけてきた。場に緊張感が漂っている。どっちだ、シャボか。いやわかんねえ。いやカンちゃんの方がいいんだけど、ここはカンちゃんを選択。4と5のシャボぐらいだ、シャボだったらカンちゃんのがいいですね。少し場が落ち着いてきたか。やめろ、やめろ、あーやられた。うそー。いい、すそ、いいねー。リーチ、ツモ。リーズモ。これは見事な、まくりゲー。ちょっと悔しい負け方。というよりはまあ、左の人がお見事だ。今のオーラス、特に泣きを我慢して面前にこだわったから負けたとか、追いつかなかったっていうわけでもなくて。捨て牌からあれを拾えば上がれてたっていうわけでもないので。まあ一番、早い。打ち方しても、向こうの上がり牌の方が先に出てたんじゃないかなと、思いました。まあ悔しい負け方ですけど、まくられました。いつも見てくれてありがとうございます。また、見てもらえるように動画撮ってますんで、よかったら見てやってください。ありがとうございました。